リノワ級防護巡洋艦はフランスが建造した防護巡洋艦である。フランス海軍での類別は三等巡洋艦。本級はホルバン級防護巡洋艦の改良型として建造された。本級は外洋航行時のしのげなみ性を高めるためにホルバン級よりも水面部から甲板の位置を高めて設計されている。また武装では新開発の速射砲を採用し、 1 4センチメートル単装速射砲4機を装備した。1906年に取られたラボアジ戦隊形状は当時、フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで、主に導入していたタンブルホーム型戦隊である。これは、推薦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、戦隊重量を軽減できる戦隊方式で、他国では、 平成ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、推薦下部の艦手、艦尾は著しく突出し、かつ原則艦艦よりも推薦武装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、推薦下から艦艦に上るに従って船体は引き絞られ、艦艦面積は小さくなっており、 美法の社会を戦隊で狭められずに広い社会を得られる。本館の戦隊形状は全球と同じく還元の高い艦首から低い艦尾までなだらかに傾斜する平ら艦型戦隊である。水面部が突出した艦首から艦首艦板に1 0トル単素速射砲が一機簡素なミリタリーマストが一本立つ。本館のミリタリーマストは中央部に見張り台があり、 そこに4 7トル機関砲が前後左右に1機ずつ、計4機と、上部には3 7トル回転式機関砲が前後左右に1機ずつ、計4機である。マストの後部には、司令塔を基部に持つ環境が配置される。その背後に2本の煙突の間にはキセル型の通風塔が1本立っている。日本煙突の周囲は、関西堤置き場となっており、 片言2本ずつを1組として、計2組のボートダビットにより運用された。後部甲板には、後部ミリタリーマストと 10cm 炭素速射砲が後ろ向きに1機である。主砲の 14cm 炭素速射砲は、船体中央部の2箇所に設けられた張り出し部に、ケースメート配置で、片言2機ずつ、計4機4門が配置された。この武装配置により守備船方向に、 最大 14cm 方2問、10cm 方1問、左右方向に、最大 14cm 方2問、10cm 方2問が、試行できた。ありがとうございます。